皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、差別化という落とし穴、お客様不在というテーマでお届けいたします。弊社は10年以上前から商品開発のコンサルティングを行っています。というのも、私は20歳過ぎから企画を練るのが大好きでした。そして22歳から23歳の時、時代の構造が見える企画書という本を読んでカルチャーショックを受けました。この本は株式会社リサーチ&デザイン研究所の高橋健康さんが書いたものです。ご存知の方も多いと思いますが、高橋さんはその後企画塾を立ち上げて、日本における企画の第一人者として現在も大活躍しています。この本を読んで感銘を受けた私は、高橋さんが主催するオフィスネットワークというコミュニティに参加しました。もちろん今から30年も前ですから、コミュニティという言葉ではなく、同じような意味でネットワークという言葉を使っていました。このコミュニティでは、企画書の作り方はもちろんのこと、マーケティングリサーチのやり方、プレゼンのやり方、アイデア発想の技法、商品企画や販売促進のマネジメント手法など、商品企画や販売促進などにまつわるノウハウを総合的に提供してくれました。高橋さんが書いた1冊10万円もする書籍を2冊購入しましたが、清水の舞台から飛びるほどの覚悟をしました。その書籍に書いてあるノウハウは、今でも弊社の商品開発における手法として十分に役立っています。ですから10万円とはいえ、安い買い物だったと思っています。今日の本物の商売を目指すポイントです。商品開発の現場ではよく差別化という言葉が発せられます。これだけ物が溢れている時代ですから、競合と同じような商品を開発していては見劣りします。そこで差別化という概念が登場しますが、この差別化が売れない原因を作ることが多々あります。例えば、食品メーカーでカップラーメンの新企画が持ち上がったとします。このカップラーメンは本格的な味を追求した正統派のラーメンです。ですが、いまいちインパクトに欠けますし、面白みがありません。そこで何か差別化できるものはないかと、上司から葉っぱがかかります。差別化ですから、競合のカップラーメンとは違う視点でのアイデアが必要です。これが売れる発想を阻害します。差別化という言葉は悪魔です。というのは、競合とは違うアイデアを求められるので、考える基準が競合のカップラーメンとは違うことにフォーカスされます。ここで問題なのは、お客様のニーズやウォンツにフォーカスされないということです。競合と違うアイデアイコールお客様のニーズやウォンツに応えるというわけではなく、むしろ答えない場合が多いでしょう。実は差別化を考えれば考えるほど売れにくい商品になっていきます。これが差別化の大きな大きな落とし穴です。この落とし穴にはまらないためには、差別化という視点をやめることです。差別化を辞書で調べると、同類の他のものと違いを際立たせることとあります。確かに正統派のラーメンを追求しただけでは話題性や面白さに欠けるかもしれませんが、もともとラーメンは味で勝負します。その他にも、既存のカップラーメンを作る過程、食べる過程で不便なことや不満などがあれば、それを解決すれば売れる確率は高くなります。これはお客様の不便や不満を解消するようなことなので、差別化ではありません。このような発想で商品開発を進めていくと、ヒット商品になる可能性は高くなります。差別化と付加価値という言葉は、お客様のニーズやウォンツ不在になることがあるので、とにかく注意してください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。